こんにちは、ハワイアンサーフショーのデビッドです。このサーフシェーズを紹介したいです。まずサーフシェーズのレンズは UVA と UVB 100% 入らないようにしてます。あと偏光レンズで、このサングラスの外側に特別なコーティングをされて、水が当たったらすぐ流れるようになってます。で後ろの方がこういうストラップがついて、でこうやって調節します。であと首に回すストラップもついています。このリーシュは首の方にこういう感じで回して、でサングラスはこうやってはめて、で万が一取れたらこうやってなってます。で思いっきり例えばサングラスが何かに引っかかってこうやって引っ張るようになったら、こうやってパンって脱げるようになった、外れるようになってますので、で色はこの黒のレンズで黒のフレームで黒いレンズで、もう一つは黒のフレームでレンズが茶色い色なんですけど、多分ビデオの中でちょっと見にくいけど茶色いレンズ、あとはこのシルバーのフレームで黒のレンズ、この3色で72ドルです。